読み込み結構時間かかるね。あ、ちなみにですね、これ PSP で今プレイしてますんで、よろしくお願いしますね。はい。ミッション1スタート。ね。まあ、おなじみのゲームですよね。メタルスラッグはね、結構ね、知名度の高いアクションゲームなんでね、結構知ってる人多いと思いますけどね。結構ゲームセンター CX っていうね、良い子のありのがね、ゲームやってる番組があるんですけどね。それのね、ゲームセンターでのね、なんていうのかな、こう、駄菓子屋でね、ゲームをやるというね、コーナーがあるんですけどね、それでね、このメタルスラッグはよく出てきますけどね、その印象がすごく強いですけどね、やっぱりね。やられた。これ一発死にやったっけ？あ、でもヒットポイントありますよね、上にね。これ、あれか。これボスみたいなもんかね。でも生身の人間がこんなね、飛行機にね、戦うなんていうのはね、無謀ですよね、普通に考えたらね。あ、やられた。うわ、これ一発で死ぬゲームや。コントラと同じやね、ほんま、まさに。そうそう、戦車みたいに乗れるんですね、これ。あれ？進めないぞ。壊さなあかんの？これ、なんか、ああ、こういうことか。ああ、壊れた。ああ、死んだ。ああ、ゲームオーバー。もう一回やりますね。これ仲間なんですよね。これ助けてあげるといいんですよね。ああ、死んだ。ああ、これ一面のボスか。上に仲間いるな。助けてやるか。ああ、死んだ。やっぱ一発で死ぬね、これ。うわ。全然、上にたどり着いた、やっと着いたと思ったらやられるっていうね。あ、助けた、助けた。もう命がけで助けましたよ。うお。完全にコントラやな、これ。うわ、難しい。倒した。一面のボスでもこの強さか。一面やっとクリアですよね。
おお、この主人公の名前なんちゅう名前やったかな、忘れたな。何やったっけな、マルコやったっけな、何やったっけ、忘れたな。おお、骨になってる敵が。敵が今白骨化してますよね、さっきね。カエルがいる。ああ、死んだ。これ下か。あ、落ちたら死ぬんやこれ。ああ、落ちた。まあこれね、ずっとコンティニューできますけどね。キリがないとはキリないけどね。ずっとやっててもね。次のゲームもやりたいところだから。この残機が、だからまあ、残機っていうかね。これでゲームオーバーになったら終わりにしましょう。だからね。ああ、死んだ。ボスか。お、捕らえられてる仲間が。あー、やられた。これ2面のボスかな。あー、ゲームは、はい、終わりにせな、これで終わりですね。はい。はい。まあね、ゲームでも倒せなかったですけどね。次のゲームいきますね。